で、なんか、小学校の途中ぐらいから遊びたくもなるから、友達と遊ぶ日も作ればなんて言ってたんですけど、そしたら、やつは勝手に学習塾に行きたいって言い出したんですよ、長男が。なんで？なんか、俺が勉強しないで遊ぶのが遊べっつって、今は、小学校低学年なんか、大きくなったら勉強しなきゃいけなくなるんだから、今は遊びなっつって言ってたら、ほう。で、なんか、小3の時学習塾行きたいって言うから、ダメって言ったんですよ、その時初めて。もう今まで自由にしていいよって言ってたのに、勉強はしちゃダメだと。お父そう、さダんが。メ。なんかその学習塾なんか行く暇あったら友達と遊びな方がこうって言ったら、1か月ぐらいしたときに奥さんに、僕はいつになったら塾に行けるんだろうって言ったらしいんですよ。すげえほんな。なら、あ、こっちの計算じゃなかったのに、こいつ勉強したいのと思って。じゃあ行かせてやるって言ったら、やつ勉強し始めちゃって。半年ぐらい経ったら、ちょっとその塾でことで相談があるんだって言うから、あ、やめたいのって聞いたら、いや、僕は進学クラスに移りたいんだって言ってきたんで。ほだから、あ、俺ちょっとこいつとは話し合わないかもと思いながら、まあ、う。そうです行きたかったら行けば。